でまずはですねこちらの主要簿のところですね、仕訳帳と相関上元帳、こちらを見ていただいたんですが、この後はですね補助記入帳、まあ、たくさん出てきますので、まあ、それをですね一つ一つ確認をして進んでいきます。はい、では補助簿、まず1つ目、現金水悼帳になります。 はいこれその名の通りですね現金の出し入れこれをですね確認をしていくような補助簿になりますはい現金の内訳を詳しく知りたいといった時にですねつけている補助簿になりますはい取引の形としましたらまたシンプルに数少なくですね見ていきますが 前月繰り越しが6000円ありまして6月7日にです、ね、札幌商店から売りかけ代金として送金小切手9500円を受け取ったとか6月9日に博多商店から商品4000円仕入れて代金は現金で支払ったと、はい、そういったです、ね、取引になっております。はい、まずはです、ね、復習といったところで仕分けの方を、ね、行っておきましょう。 はいまあ、前月繰り越し分はです、ね、仕分けありませんので6月7日と9日の分でですねこれで仕分けをしておきます、はい、まずですねここで一つポイントとしましてですね、えーまあ、現金のところのお話になるんですが札幌商店から追いかけ代金として送金小切手を受け取った。 はい、えー、こちらなんですけども、えー、これはですね、まあ、あ他人振り出しの小切手と同様にですね、えー、現金として扱っていくようなものになります。はい、えーまあ、送金小切手ですね えー、以前にですね現金のところで通貨代用証券といった言葉でですね出てきたんですがまあ、そこのところにですねこの送金小切手は書いてなかったんですがまあ、そちらにですね送金小切手を付け加えておいていただいたら結構ですはいこれですね通貨代用証券現金扱いするものになります はい、なので考え方としたら9500円を売りかけ代金で受け取ったというふうに考えてください。はい、仕分けの方は借り方現金貸し方売りかけ金9500円となります、はい。それから6月9日ですねこちらは商品の仕入れの処理になります。まあ、ここはですね基本的な問題ということで。 借り方仕入れ貸し方現金という仕訳になっております。で今回ですね現金水奨帳ということですので注目するのはあくまでもこの現金の取引これに注目をして下の現金水奨帳の記入の仕方を見てみます。 では現金水道帳の記入の方法ですが、まず月初にですね、前月からの繰り越し分があるときは、はい、今月ですね、6月1日としてですね、はい、前月からの繰り越し分が6000円ですよというですね、問題文に書いてありました。はい、そのようなときは6月1日で適用欄こちらに。 はい、前月繰り越しと書いてあげて金額をまずは収入欄に書いてあげます、はい、で残高欄にそのまんま6,000円とはいそれからですねじゃあ7日9日と移っていきますが、はい、7日の方ですが。 はい、適用欄の書き方につきましてはこれはですね、まあ、分かれば結構です、はい、丁寧にですね「札幌商店より売掛金回収」という書き方もありですしまあちょっともうシンプルに「売掛金回収」という書き方ではまあ間違いではありませんのでね、はい、あのその会社、まあ、伝われば大丈夫ということで適用欄は考えておいてください。 で、えー、現金がですね、えー、入ってきますよね。借り方現金ということは現金がプラスです、はい。ですので収入欄に金額九千五百円になります。はい元々六千ありました九千五百と六千で一万五千五百円。 とという形ですすね、まあ、収入と残高を埋めてあげます逆に支出をした時はその次99日ですね、はいえー、博多商店より商品仕入れということで、まあ、適用欄は伝わる形で書いてくださいで今回支出になりますから支出欄に4,000円で残高が1万5500円ということでここ引き算ですねはい。 1>, 1万1,500円。という形でですねまあそんなにですね難しく考える必要はないのかなと思います。